卓球の混合団体 W 杯、中国、生徒に出場していた女子の平野美宇、23イコール木下グループが男子選手に刺激を受けている。日本代表は11日、羽田空港に帰国。初開催となった大会で日本は第1ステージを全勝で通過。しかし、第2ステージで中国と韓国に敗れ、通算5勝2敗の3位に終わった。写真。 まだ17歳の新生、フェリックス・ルブランヘイヤは大会を振り返り、出場した試合では1ゲームも落とさずに行けたので少しでもチームに貢献できてよかった。普段、男子選手の試合をこんなに間近で見ることはなかなかない。応援しながら強い選手を見て勉強する部分がたくさんあったと収穫を口にした。特に衝撃を受けたのが、 5日のフランス戦に出場していた男子のフェリックス・ルブラン17だ。世界ランキング8位の申請に、平野はルブラン選手が最近強いとは聞いていたけど、ビデオで少し見るぐらいで間近で見たことはなかった。ルブラン選手だったらサーブや3玉目、攻撃にいろんな種類があって相手が待ちにくいだろうなと思った。男子選手の方ができる技術もたくさんあるので勉強になる。 と目を輝かせた。パリゴ輪ンシングルス代表の座をめぐっては、2位の平野が3位の伊藤美馬、23位コールスターツ、とわずか34-5ポイント差で争っている。来月には全日本選手権、東京体育館、を控える中、今大会の収穫を活かせるか。